昭和61年1月、芸能生活40周年記念スペシャルとして、ロッテ歌のアルバムに再びひばりさんが出演。12曲を披露しました。熱狂的な声援でございますね。いつもの通りでございます。そうです。
はい、美空ひばりさんの歌声はですね、いつも常に日本人の心そのものという感じでございます。さあ今日はですね、今年芸能生活なんと40周年をお迎えになりました、歌謡界の女王美空ひばりさんのスペシャルをお届けいたします。そして今日はですね、会場にお越しの皆さんとご一緒にですね、美空ひばりさんの美しい楽しい素晴らしい歌をたっぷりとお聴きいただきたいと思います。それではですね、早速、素晴らしい歌の数々をお願いいたします。どうぞ。私の好きなあの人が昼の休みに言いました。いつものところ、いつものようにあなたの来るのを待っている。ドドンパ娘、いつでも本気で勝負する。雨が降っても降らなくても、ゴムの長靴ぶかぶかと、人が見ようが笑おうが、そんなことなどてっちゃら。私は私の道を行く。ドドンパドドンパと聞いてドドンパ、どんなことでもドドンと一発、タイヤ当たりタイヤ当たり、ドドンパドドンパドドンパと聞いてドドンパ。雨が降ろうが、槍が降ろうが、魚がどこまでも欲しかったよ。
てわっしょいわっしょい、わっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ、塩巻いておくれ、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ。おじさんおじさん大変だ、どっかで反射が鳴っている、あるあちくいのすりばんだ、何を言ってもわっしょいしゃい、何を聞いてもわっしょいしゃい、わっしょい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 、でお祭り騒ぎが大好きで、行きなすしに縛り抜いた、雨が降ろうが光が降ろうが、朝から晩までおかくら見物ピーヤラピーヤラ、あけんつくけんつく、おかめと鬼が、あんにゃんこひっとこが、あピーヤラピーヤラけんつくけんつく、それそれそれお祭りだ。おばさんおばさん大変だ、お家が留守だよ空っぽだ、こっそり拍手が狙ってる、何を言ってもピーヤラや、何を聞いても点つけず、ピーヤラピーヤラ点つく点つく、それそれそれお祭りの、美空ひばりさんのヒット曲のメドレーをですね、伺ったわけでございますが、圧倒的な盛り上がりでございますですね。この熱気がまた素晴らしい、すごいですね、で あ, のあちらのお母さんなんかね、もうパカーッとしてですね、うっとりしてなんかよだれが出るんじゃないかっていうような感じでしたですけどもね、常にこういう、ありがたいですね、はい、感じでございますでですね、常にまあ美しい素晴らしい歌声なんですがですね、あのひばりさんはですね、健康上はですね、特に、どういうところにこう留意されてるっていうございますか。そうですね、はい、やっぱり40周年で大事な年ですからね、はい、早寝早起き、早寝早起き、禁酒をして、禁酒をして、真面目にやろうと思いますが、はい、なかなかできません。難しいことでございます。誘惑には勝てないということでございますが、ダメですね、それでですね、今年はあの芸能生活40周年ということでですね、各地でその催しが目白押しなんですがですね、まず3月に、芸能生活40周年記念のリサイタルということでございましてですね、3月の8日9日が、東京の中野サンプラザ、それから15日16日がですね、名古屋の厚生年金会館で、22日21日が大阪厚生年金会館ということでございますが、それでですね、まあ、40周年ということになりますとですね、ファンの皆さんも期待が大きいと思うんですが、そういったファンの方々にですね、一つメッセージをお願いしたいと思うんですが、そうですね、はい、やっぱり皆さんもね、私が40歳になるまでこうやってじーっと見つめてきてくださったですからね、はい、やっぱりここで見放さないで、見放さないで、はい、永久に責任を取っていただきたいと、責任を取って思っております。どうぞよろしく、はい、でそれではまた歌の方よろしくお願いいたします。空本になんとしよう、
の黒はグラスの酒にみんな忘れる幻酒場それぞれ生きる道がありこの世に記す足跡がある。歌手生活40年、ひばりさん、あなたが生きた歳月は人々の胸に感動を与え、血潮を沸かせ痛みを慰め、日本の戦後に大衆の哀歌を歌い上げた熱唱の歴史です。ひばりさん、あなたは自分の人生をかけて40年の道のりを越え、今もなお燃える情熱を秘めて、その目は熱く未来を見つめる。ある人には少年の日の思い出に悲しき口笛があり、ある人には少女の日の追憶にリンゴ追い分けがある。あなたの歌声は大衆の明かり、そして道しるべ。あなたの歌に励まされて大人になった人がいる。あなたの歌に酒を汲み嘆きを捨てた人がいる。ありがとうひばりさん、ありがとうひばりさん。あなたの努力と功績は名誉ある勲章に値する。1986年、あなたは新しい年を新しい旅立ちとして今熱唱のステージに立つ。歌う心に自由を求め、歌う喜びを人々に伝える。その情感の温かさ、歌ってくださいひばりさん、歌ってくださいひばりさん。歳月は遠く流れてもあなたの時代に終わりはない。
さすらう街